今日は5月5日55カレーの日でございます。ちなみにチャンピオンカレーでも大丈夫です。はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ今日はもう金曜日なんですけども、皆さんどうですか。もうゴールデンウィーク、もうね、そろそろ家帰ってる途中の人もいるかもしれないし、まだまだ旅先でねこの動画見てる人もいるかもしれませんが、まあ、どっちにしてもね、帰る際、もし車でね行ってる場合は安全運転でよろしくお願いします。さあということで今日はですね、金曜の夜なので、スペシャルフライディーナイトということで、高級ギターをお送りいたします。アメリカ製ですね、もちろんマーチンです。で今日のマーチンは割と当店でも珍しいと思います。サイズがね WO なんですよ、 WO。 さあこちら WO の 18V ヴィンテージシリーズです。年式でいうと2019年、ちょうど9年前か。現在はこのヴィンテージシリーズで WO の18ないんですよ。今あるのはスタンダードシリーズで WO18 ありますけども、だいぶ見た目ルックス仕様違いますので、その辺の説明もしていきたいと思います。でね、まずこのサイズの話なんですけど、まあ、分かる人はね、マニアの方もよく分かると思うんですけど、初心者のためにちょっと解説しますけども、まずマーチン、ドレッドノートから、次が OM か、そしてトリプル O、 そしてダブル O、 シングル O とあるんですけども、全長もみんな少しずつ違います。でやっぱりね、弾いててまず一番の問題はスケールですよね。ドレッドノートはレギュラースケールで 25.4 インチ、ミリでいうと645ミリ約ですけど、でこちらはミディアムスケールになりまして、少し短くなって24.9 インチ、ミリでいうと632ミリ約ね、ほんの少し違います。さあじゃあこのね、本当にヴィンテージシリーズやっぱりいいんですよ。ちなみにね、定価の話で申し訳ないんですけど、現行のスタンダードシリーズの WO18 はね、税込み39万円です。でさっきネットで確認しましたけど、やっぱりね、この間も言いましたけど、今ね定価販売なんだよね。すごい割引ないんだわね、もう本当に。でこの今ね、ヴィンテージシリーズはもう売ってないんですけども、これ14年当時50万くらいでした。ロングサドルだったりします。そしてね、現行品はね、この縁にこうちょっと貝の模様が入ったり、サウンドホールのところもちょっと派手なんです、少し微妙に。ですからもちろんそれが好きな人はいいんでしょうけど、やはりヴィンテージシリーズっていうのは基本的に1930年代あるいは40年代かなの昔の仕様を再現したというシリーズ。そして材もやっぱりちょっと一クラスいいのを使ってるはずなんで、やっぱり全然違いますもんね。さあということで9年経ってますので、若干の傷とかあるかもしれません。というか実際あるんで、細かいとこ見てください。あ、それとね、純正のハードケースもついてますので、こちらのカメラでどうぞ。はい、それでは細かいところを見ていきましょう。マーチンの WO18V ヴィンテージシリーズです。さあじゃあまずボディトップね、これ若干ね打痕があるのでまず注意してみてください。特にねここなんです。ここほら、これ爪でなんだろうね、これちょこちょこ、角度によってはここあると全然目立たないんですけど、ちょっと角度によってちょっと分かりますけど、そんな深い傷ではないんですよ。ほんの薄い打痕がちょこちょこちょことここだけに集中してあります。はい、こっちはあんまないか。でもよく見るとここに分かんないか、角度、あ、分かった、ほら画面中央、ここね、はい、そことここにもある、こう分かる、あ、ここは目立たないか、でもあるんですよ。ここに目立たない、すっげえ目立たない、わからないですね。はい、別光風のピックガード。そしてね、これね、これ意外と珍しいですね。マーチンのロゴがちゃんと印刷されてるんですよ。これでもね、印刷されてるってことは将来的にこれピックで消えてくるんだよね。まあ、その辺は上手にピック引いてください。さあそしてこちら下の方は傷ほとんどないですね。打痕とかほとんどないです。ここに小さいのがあるけど目立たないか、うん、この辺も小さいのがあるけど目立たない。まあここです、やっぱり目立つのはね、まあ、目立つといっても角度でです。はい、ロングサドルです。はい、焼き印が入ってます。フレットはね、そうだな、まだ10年経ってないのでまあ、8割ぐらい残ってると言ってんじゃないですかね。そして、エボニーシバンです、もちろん。そしてこのね、ポジションマークがよく見ると非常に綺麗なんです。これちゃんと貝使ってるんですね。はい。そしてヘッド。ヘッドも綺麗です。そしてこのオールド風なヴィンテージ風ロゴですね。これはやっぱり好きな人たまりません。さあ、そして、ヘッドの角とかも別に打痕とかないですね。はい。綺麗です。オープンタイプのペグです。これも状態いいです。綺麗です。はい、ネックも特に傷打痕ないです。ほら、綺麗でしょ。これは多分後付けかもしれませんね。はい。どうでしょう、後ろ。まあ、他に。でね、ここ、ちょっと、危ない。ここのところ、後ろの、この少しこの角っていうか、わかるかな？ちょっとピントが合わない。ほんの少し、これ傷じゃないのかな？塗装の。あ、傷ではないみたいですね。はい。ちょっと擦れた感じ、角が少し。こんな感じ。はい、再度見てみましょう。綺麗でしょう。はい、こちら側も目立った傷だこんっていうのはこのボディートップのここぐらいですよね。はい、状態としてはまあこれ以外は本当にギターとしては非常にいいと思いますよ。はい、じゃあちょっとスタンドに置いてみますね。サイズ感もどうですか。このダブル O っていうのがもう人と違って最高ですよね。ほんとおしゃれ。ほんと部屋に、リビングにこれかけときたいね、ほんとに。パッといつでも取って、手に取って。さあ、そしてケースでございます。ギブソンのヴィンテージシリーズはちょっといいやつなんですね、ほら。プレートがついて、ステッチがあって、ほら、高級なケースです。金雲ゴールド。重い、それが重いんだよね、これいいケースだけど、ほら。肉厚のあるこれ素晴らしい、これほんといいケースなんですよ。はい、もちろんギャランティー、書類関係も全部ついております。はい、買った時のまんまですね。このピンもねついてます。はい、ということで、意外と探すとねないという珍しい OO-18V です。よろしくお願いします。はい、いかがでしょうか。若干この辺にね爪の傷なのかな、若干ありますけどね。さあ、でも問題は現行です。現いつものようにねエリクサーのカスタムライトです。6弦12フレット上で、約ですけども、あ、低い 2.1 か2、低いなあ。ナット幅約44ですね。そして握りなんですけど、どうだろうな、三角と U シェイプの中間ですね。三角と、まあ三角までいかないけど、まあ、中間でも握りやすい。はい、軽いなあ、すっげえ軽い、まあ、小ぶりですからね。さあ、じゃあ音聞いてみましょうよ。開放弦で、うわー響く。これボディちっちゃいんだけど体にすごいきますよ。うわー、今部屋にすごい響いてるんですよ。うちの店ね7坪ちょっとなんですよ。狭いんだけど響くわ。で、ちなみに今金曜日の朝です。まだ隣も空いてません。まだ8時台、8時半隣誰もいないすっごい静かなんですよ。だからめちゃくちゃ響く。この辺のね会社とかいくつかあるんですけど、もうやっぱりゴールデンウィークのせいでしょうか、道路も全然走ってないんで、すっごい静かなんですよ今。すっすごい響く今日だから。いつものね、まあ、いろいろ動画撮ってますけど、この時間でやることはあんまり珍しいんで、まあ、たまにやるんですけど、朝やっぱり連休中なんでほんと静かですね。ちょっと指でねサンドフル真上、おー、なんか逆にこのダブル O サイズってドレッドよりは当然音量小さいので。綺麗さが目立つというの、この、品がいい、すごく品がいい。のサイズ感もねいいですよ本当に。ああ綺麗。やばいわ。マーチンってスタンダードシリーズでももちろん全然いいんですけど、ヴィンテージシリーズから上になると違うね。やっぱ気合入ってるわ。ほらトリプルオールもまたほんの少しちっちゃくなってるので、女性の方とか小柄な方にもいいし、僕なんかもこの大会ですけどちょっとこうパッと体に取っていく時、ね、いいですよね。もちろんいつも言ってますけど、僕は基本的に音はもうドレッドが最高だと思ってるんだけども、こうやって弾くとやっぱりこのサイズもいいよね。ちょっと指で弾いてみよう。またほら爪ないんで指で弾いてるんですけど、指の腹というか、それでもキラキラ感がすごいわ。あー気持ちいい。いやめちゃくちゃ気持ちいいなこのギター。めっちゃ気持ちいいわ。ピックで力強く聴いてもそれなりにね、ボディちっちゃいんだけど出ますね。まだ寝起きなので声が完璧に出てません。あ、ちなみに久しぶりに言うね、僕こういう高級ギターを激しくピッキングするとコメントで、商品をそんなに激しくピッキングしないでくださいっていうたまにあるんですけど、私ピックをめちゃくちゃ短く持って弾くんですね。めちゃくちゃ先っちょほんのちょっとしか出さないんですよ。ですからいつも人差し指の爪の方が先当たるぐらいですから、絶対ここに傷つけない自信がありますのでご安心くださいね。結構ハードロック系の人でね、ピックめちゃくちゃ短く持って弾く人多いんですよ。そうやって弾いた方がピッキングハーモニクスが出やすいの。こうやってわかるね。余談でした。いやーでもこれいつも言うんだけど、いいギターはさ、もう動画ってほら時間大体決めてるんだけど、10分ちょっととか、ちょっとまだ弾いてたいもんね。いつも思うんですよ。これちょっと余談ですけどもちろん商売ですけど、こうやってギターを紹介して売るわけだよね。売っていくとなくなるわけですよ、当たり前ですけど。なんかこういうこれがいなくなると寂しいなって一瞬思った。本当にいやこれ本当にいいなマジで。僕ね基本的にマボガニが最近すごい好きでね、反応がいいというかね。もちろんローズウッドもその高級感というか重厚な音ももちろん素敵なんですけど、なんだろう、これ最近年取ったせいかな、マホガニめっちゃ好き。あ、年取ったせいでマホガニってもう今市場に語弊がありますからごめんなさい、訂正します。年のせいじゃないですよね、好みの問題です。もう早く値段言えよと今思ってるでしょ。今言います。はい、ということで現行品のスタンダードで定価39万円定価販売ですけども、なんとこちらもヴィンテージシリーズですよ。ヴィンテージシリーズだけども若干傷が、まあ打痕ですからね、ほんと時代もうそれだけなんで全然僕は問題ないと思うんだけども、ですから大変お安いと思います。なんとこちら2014年製0018ヴィンテージシリーズがなんと税込みで早もがちですよ、32万8000円です。もう現行品より全然安いんですから、これ急いだ方がいいわ本当に。ゴールデンウィークの最後にね、ですからもう今日冒頭言いましたけど、まだ旅先にいる人ね、明日お土産代をちょっと削ってですねそれはしなくていいか、お土産はちゃんと買っていこうねよろしくお願いしますということで、今日もですね最後まで見ていただきましてありがとうございました。パンダパンダパンダ